本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて本日はズボラノート術企画でございます。ズボラノート術企画というのはスケジュール管理とかタスク管理が苦手な方の特徴にフォーカスした要点絞ったノート術でございます。普段僕が紹介しているノートの書き方とか手帳の書き方というのは、複数の役割を持たせたブロックで構成されている、そんなフレームワークを用いていることが多いのですけれども、管理が苦手な方、まだまだ慣れていない方とか、もうズボラな方ですよね。もうめんどくさいんだよ、まとめたいんだよという方が複数のボックスを使ってしまうと、より管理がややこしくなってしまうことって少なくありません。今日もそんな苦手意識を持っている方やズボラな方向けに要点を絞ったとあるノートの書き方、解説していこうと思います。というわけで今回の企画はこちら、ズボラな方必見、仕事の生産性と効率をアップさせる仕事ノートの書き方ということで、今回はスケジュール管理の書き方とかタスクの書き方というよりかは、もう少し大きい見方といいますか、仕事ノートの書き方について解説していこうと思います。それでは最後までご覧ください。行ってみましょう。今日の企画はズボラノート術企画、仕事用ノートの書き方なんですが、そもそもまずは皆様、仕事用ノートって一冊は持っていますか？持っている方頭の中で思い浮かべてほしいんですが、僕のようにアナログ管理が好きな方であれば複数のノートを使い分けたり、中にはシステム手帳複数持ちの方もいらっしゃるかもしれません。一方で、全くアナログ管理しないよと、もう全てはスマートフォンとかアプリケーションを使ったデジタル管理がメインだよという方もいるかと思います。ただデジタル管理をメインにされている方もきっと一冊は、大小サイズ感は分かりませんが、仕事用のノートって持っているのではないでしょうか。A5 サイズのノートもあれば B6 サイズ、もっとちっちゃいメモ帳などを持ち運んでいる方、あまり使わないけれどもカバンの中には一冊は入れているよという方いるかと思います。僕も自分の周りを見返してみて、この数年で iPad のグッドノートにシフトしている方が多いとはいえ、やっぱりペンと紙というのを持ち運んでいる方はまだまだ多いのかなと思っています。でもう一つ、皆様学生の頃ってノート何冊持たれていましたか？きっと複数持っていましたよね。数学のノート、物理のノート、英語のノートみたいに。あとはノートを分けていない方もルーズリーフを使ってインデックスで仕分けすることによって科目を分けていたかと思います。ノート1冊1ページ上から1時間目数学終わった瞬間その後物理みたいに、ノート1冊インデックスなしで全ての科目を管理していたなんて、そんなもんじゃいないですよね。多分いないと思う。何が言いたいのかというと、大人になって仕事用ノートを作ろうとすると皆さん大体1冊は買うんですけれども、情報整理していない方が多いんです。これズボラな方とスケジュール管理苦手な方の特徴ですね。確かに仕事っていう言い方をしてしまうと、昔のように数学、英語、物理みたいに科目こそ分かれていませんが、自分の仕事の中のやっている物事を仕分けしていくと、必ず昔のノートの書き方と同様に仕事ノートというのもカテゴリー分け、仕分けというのがめちゃめちゃ大事になってきます。スケジュール管理苦手な方とかズボラな方、ここ全部まとめてしまうからタスクの漏れがあったりミスを誘発してしまうケースがあるんですね。今日は今からそこ要点を絞った、誰でも簡単に使える仕事用のノートの書き方ポイントを押さえていこうと思いますので、ぜひ一緒に書いていきましょう。それでは実践、今日も皆様好きなノートとペンを準備してください。あともし手元になかなかないかな、あれば丸型のシールも準備していただくとよりやりやすくなってくるかと思います。それでは書き方です。これ一般的なノートですね。一般的なノートというのは、上段の右上とか左上に Date という言葉があって日付を書けるようになっています。
ただここに書いてはいけません。もし皆様が1ページ1日、まあ、ほぼ日手帳のデイリーページのように1ページその日のことしか書かないよ、日付が変わったらページを変えるよという方は構わないんですが、僕の周りを見渡してもそういった使い方をされている方の方が圧倒的に少ない。メーカーさん側は多分それを推奨して右上にデートというもねラインを書いているかと思いますが、これをうまく活用されている方って意外と少ないんですよね。ほとんどの方がこの1ページの中にいろんな日付の要素が入ってきてしまいます。あるあるです。だから最初から日付は書かない。まず皆様ノート1ページの左側にラインを線1本縦線引いてください。そうするとページが2ブロックに分かれましたよね。これよくあるデザインです。リーガルパッド、ノートパッドとかにもよくまあデザインされている書き方になるんですが、線を引いて2ブロックに分けます。そして次に左側のブロックの上の方に日付をここで書いていきましょう。2024年の3月の5日みたいにこのように書いていきます。これデカデカと書く必要性ありません。これぐらいのサイズ感で OK です。まずスタートはこれで大丈夫です。ここから仕事用のノートを書いていくんですが、まず皆様に考えてほしいのは、まあ、ノートではなくメモ帳とかいらない紙で構いません。普段自分が管理しているブランドとか行動のカテゴリー分けをしてください。分類分けですね。苦手な方はまずは自分の普段の業務棚卸しをするのがいいかなと思います。メールのチェックとかクリーンネスとかスタッフの朝礼とか日々やっていること、デイリーの仕事、ウィークリーの仕事、マンスリーの仕事、全部一旦書き出しましょう。で、書き出した後、グループ分けしていきます。この分け方は人によって変わってきますが、例えば個人のルーティーンとか、会社のルーティーン、あとはブランドごとの仕分けみたいに、まずは自分の中で普段やっているタスクをもう少しギュギュッと凝縮させ、分類ごとに仕分けしていきます。そして仕分けが完了したらその仕分けされた分類ごとに一つ文字を決めていきます。まあバレットジャーナルでいうキーに近いものかと思いますが、例えばブランドごとに仕分けしていく。ブランド A に対してはシンプルに A、 B に対しては B とか、個人でやってるものは漢字の子とかでも構いません。全体が関わるようなミーティングとかプロジェクトであれば全体の全とかでも構いません。これ別に英語の頭文字なのかひらがななのか漢字なのか何でも構いませんが、自分が仕分けした分類ごとにそれぞれにキーを決めていくということをここでまずはやっていきましょう。ここからはめちゃめちゃ簡単なんです。例えばいざ何かを書き込もうとしてノートを開きました。で、書くときに何のブランドのこと、何の分類のことを書こうとしているのかをまずは書きます。全体ミーティングのことをメモろうとしているのであれば、線の左側のところに全、先ほど決めた全というキー、まあ、マークを書いて、そして右側に備忘録というかメモを書いていきます。そして続いて時間が経った後に同じくまた全体に関わるようなことであればドットを書いてそのまま箇条書きで構わないんですけれども、内容が変わった場合、個人のミッション、個人のルーティーンに関わるような内容を書かないといけなくなった場合は、再度は線左側のところに今度は個人の子というマークを書いて右側ドット、そしてそこにメモをしていきます。このように同じカテゴリーの内容であればそのままドットで箇条書きを増やしていくだけなんですが、内容が大きく変わる場合、いわゆるカテゴリーが変わる場合は、変わったよというのを分かりやすくするために左側のボックスには必ず先ほど決めたマーク、キーを書くようにします。これを書くことによって1日複数の業務に関するメモを書いた場合、後々見返した場合にきっちりとどのカテゴリーがどの情報なのか2つのブロックに仕分けしているので、一発で何のことに関して書いているのかが分かります。これノート書くのが苦手な方、管理苦手な方はここ仕分けをせずに全部文章で書いちゃうから読み返した時にマジで見づらくなるんですね。
自分で書いたことだから読んだら何の内容かわかりますが、例えば1週間振り返って今週の振り返りをした時に特定の内容だけの情報をピックアップしたい場合ですね、1週間振り返って個人のミッションどんなことをやっていたのかなとか、プロジェクト A に関してどんなことになったのかな、そこを見たい場合、全てを凝縮した書き方にしてしまうとマジで情報収集が見づらくなるし時間もかかる、効率が悪くなります。カテゴリー分けすることによって一発ですよね。プロジェクト A のところだけを追いかけていけば A に関する情報だけ要は収集することができるわけです。これ本当にね、整理っていうか、これ本当に収納と整理整頓と同じなんです。クリアファイルで何か書類を仕分けするのも同じですよね。普段自分の中での仕事というのをきっと皆さんファイルで仕分けしているかと思います。机の中もちゃんと仕分けしておけば物を探すの簡単ですが、全部突っ込んでしまうと汚くなっていざ調べたい時に情報が取れない、欲しいクリップがないとなるわけ。頭の中も同じです。ただ頭の中というのは物ではなく見えるものではないので整理整頓が難しくなります。なので仕事用のノート、このような書き方をすることによって頭の中にある情報を視覚化、整理整頓するようにしていくわけですね。この書き方に変えるだけで本当に仕事の整理整頓上手くなります。そして日付が変わった場合はここで横線で区切ります。ノートの最中でも構いません。線一本横線区切って同じように左側上に日付を変えて同じ書き方をしていくだけで OK です。そしてもし皆様が丸型のシール、もしくは蛍光ペン、三色ペンとかでも構いませんが使うのであれば、コモンプレイスを活用させていくとなおよしって感じです。今の書き方でも情報整理できているので自分が欲しい情報取れるんですが、例えば個人のルーティンに関するときは丸型シールの赤とか、会社に関わっているような全体に関するプロジェクトに関しては黄色、クライアント A さんは青、 B は緑みたいに一番最初に決めたそれぞれの、言葉キーワードに対して丸型シールを使って色も設定しておきます。ワークションコードが増えてしまいますが、メモをするたびに、もしくは1日の終わりに振り返った時にですね、それぞれのこの書いているキーワードの横に今設定した丸型シールも全部貼っていくとより高速で情報収集しやすくなります。僕結構これやったりしますね。僕はもうコモンプレイスの方をどちらかというと使うので、もう色で、ルール決めているんですけれども、中には、複数プロジェクトが多くて 色の数が足りないという方もいますね。そんな方は文字で管理するのがいいんですけれども、Amazon とかで丸型ステッカー大量に買ったよという方はこの文字のルールと色のルールを組み合わせることによってより生産性を上げていく仕事用ノートに変化させていくことができます。こちらもめちゃめちゃおすすめなのでチェックしてみてください。そしてどうせなら1日終わるたびにですね、ルックバック振り返りを書いてメモを書いておくと、それぞれどんな自分の担当ブランド、それぞれどんな動きをしていて1日どんな風に終わったのかの振り返りまでワンセットで組んでいくことができますので、良ければ仕事だけではなく振り返りメモというのもセットしてみてください。この書き方は本当に何でも活用できます。メモとしてでも使えるし、チェックボックスを使えばそれぞれのブランドごとのタスク管理をしていくことも可能ですよね。僕が普段伝えているスケジュール管理、タスク管理も要はこれ頭の中の整理整頓になってきます。今日お話ししたこのノートの書き方をベースにいろんなものに派生させていくことができますので、仕事用ノートの書き方苦手な方、困っている方、今日のこのやり方はぜひ1週間試してみてください。はい、というわけで今日はズボラな方向けの仕事用ノートの書き方でした。いかがでしたでしょうか。人によって使いやすいフォーマット、使いにくいフォーマットあるかと思いますが、全てのベースは頭の中の情報をまとめること、整理整頓することということが大事になってきます。このノートの書き方めんどくせえわと思う方も、一度頭の中にある業務ですね、全ての業務を棚卸しして仕分けするだけでも大体普段
段自分がどれぐらいのカテゴリーの仕事を把握しているのか、そういったところの把握もできますので、よければまあ空いている時間にちょっと一人ワークショップなどしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。